はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ダークレインの性能レビュー、そして実際に使っていきたいと思います。終電にふさわしい素晴らしいキャラクターに仕上がってんじゃないかなと思いました。めちゃくちゃ強い。まずレインの魅力その1、スーパー LB なんだけど、自分でねやりたい性デバフを持ってるんですよ。これやばない？生放送の時には特にここに関して触れてなかったから、もう性能見た時に、いやお前持ってるんかいっていう風に多分みんななったと思うんだよね。これマジ嬉しいサプライズでした。そして獣キラー、水星系キラーに 100% の魔力キラーを付与してから、1ヒットの闇属性3万5000のフィニッシュ技を放つと、ヒット数も1だからすごい使いやすいね。いやマジ強えわレインで、トラストアビリティがもう破格中の破格。全種族に対する魔法キラーのパッシブが 200% 増殖されると。本当にやべえよな、マジで。で、さらに2投時にブグパッシブが 100% 上昇しますよって感じ。で、さらに2投アタッカー魔を持ってますんで、2投装備時にブグパッシブが 100% なので、つまりもう上限に達することができると。で、チェインの上限 200% も持ってますと。いや、マジで強いね、本当に。で、アビリティに関しては自分でね、120% の闇属性デバフが使えるのと、まあ、威力もかなり高倍率になってますと。さらには1回しか使えないアビリティだけど、闇属性の威力アップ 50%、 魔力の 300% バフ、獣の 150% キラー、そして LB 満タン回復となっております。まあ、これは LB レベルマックスの時だね。で、このキャラクターは貫突で魔力固定値500と2突で回線の覇気を使えると。で、チェインのダメージアップっていうのがついてるんだけど、これは上限アップではないので注意が必要だね。これは 300% っていう表記が、いつもチェーンをつなぐと出ると思うんだけど、あの 300% に早く到達させるためだけのアビリティになってますので、不滅の閃光と違うので注意が必要かなと思います。いやーマジ素晴らしいね。で、通常攻撃が闇属性の 120% をできるようになっておりますと。で、レインの、まあ、唯一のマイナスで言うと、魔力の、パッシブが低い 200% しかないところっていうのが、まあ、レインのちょっと、残念な点だったかなと思います。まあ、そこまででもないんだけど、自分のね、固有ビジョンカード使えば、魔力の 100% バフがかけれた80だったかな、かなり高倍率のね、パッシブが積めるんだけど、なかなか槍装備時にね、魔力がこう高いビジョンカードがなかったりとか、アビリティも非常に少ないから、ちょっとね、魔力上げるのが大変だったかなと思いました。で、200% だからキラーはね、マジで余裕。本当にその空いた枠に自分のトラマスのマジックブースト回とか積めれば、さらに魔力を貯めて、最大限こう魔力バフとはまた別感情で威力を上げられるから、スーパー LB の威力もさらに上がると。マジで強いで、しかもこれ誰でも装備できるから、で、2回だね。2回使うことによって最大まで魔力が貯まるようになっております。いやー、これ素晴らしいね。もうちょっと早速ね、今回バハムート殴りに行こうと思うんだけど、で、装備してみたんだけど、こんな感じなんだよね。やっぱりね、アビリティ倍率が若干足りない。で、今回スパトラを2本採用してみました。で、槍のデバフをね、恩恵受けれるために。で、槍なんだけど、あんまりね、魔力の槍って結構少ないんだよね。だから、グリムロード桜のスパトラとかが、まあ、ついで威力が高いから、まあ、代わりになるとしたらこれだね、グリムロード桜のスパトラぐらいかなと思いました。いや、結構ね、槍の魔力は少ないね。だから、で、しかも両方ともスパトラだから、本当にちょっと集めるのに苦労するかなと思いました。で、アビリティはこんな感じ。ブグ倍率は2投で簡単にマックス。LB ダメージは300の、竜がマックスの獣が275で、アビリティはこんな感じになってますと。で、ビジョンカードはカンナギの使命を採用してます。やっぱね、魔力ちょっと上げにくいね。まあ、2種族キラーっていうのもあるけど、1個だけだったら簡単に上がるんだけどっていうのが感じられました。いやーでもそれにしてもなんか魔力値若干低くねとか思いました。なんか簡単に6000後半ぐらいまで行くと思ってたけど、なんか予想より低かったんだよね。ちゃんとね、ポットもドアも開けてるんだけど、なんかね、低かったなーっていうイメージがありました。じゃあ早速ね、やっていきましょう。バハムート、今回は降臨かな、降臨のバハムートやっていきたいと思います。はい、じゃあね、天の炎覚醒級バハムートをやっていきましょう。まずはダークレインから行動をやっていくんだけど、まあ、ダークレインは基本的にスーパー LB が溜まるまではひたすら準備っていう感じだね。まずは闇属性の 120% デバフ入れていきます。そんで、自己バフ、闇の威力アップと魔力バフ、キラー、獣キラー 150% を付与していきましょう。そんでトリプルでマジックブースト回が選べますので使っていきます。で、セトリスは BS して、味方にね、LB400% のステータスバフかけていきましょう。で、カイホはディザスター使ってステータスの85デバフを入れていきます。で、ユーナは、
ユーナどうしようかな。ユーナは今やることないから一旦防御で、フィナデジはダブル使って、まずは、味方のねダメージを自分に引きつけたいので、引きつけと流刑からのダメージカット、そしてネレイスの口づけで魔法のダメ化貼っていく。でラーゲンはもうキラーとダメ化が一緒になってるから、まあキラーとダメ化を一緒に使っていく。まあ獣キラーはレインが自分で持ってるから、レイフィーをね連れてくる必要がないかなと思いました。で、どんくらいダメージ出んだろうね。ぶっちゃけね、試してはない。執念キャラだし、こんぐらい削れるだろうと思って、期待を込めて、もう検証せずにやってまいりました。だからもしかしたら、ちょっとお蔵入りになる可能性もある。さあ、じゃあ2ターン目やっていきましょう。まず2ターン目は、ユーナ、これ、カオティック D というか、アニマ召喚して、闇の威力アップエリア作っていきましょう。で、ダークレインは、マジックブースト。で、フィナデジは、カバウと HP 回復を入れていく。ラーゲン防御で、カイホは ATB チャージ使って HP、LB ゲージの回復。エアリスはもうやることないから防御。まあ、最後にあれだね、タッグアタックでチェイン稼いでもらうぐらいかな。で、2ターン目の攻撃はフィナデジ。まあ、てか、フィナデジ以外基本的にはダメージもらわないんだよね。フィナデジだけ結構もらっちゃうと。なので、フィナデジが次で落ちると嫌だから、魔法のダメか、そんで8000の HP バリア貼る。で、ダークレインももうやることなくなっちゃったから、もう一回溜めておく。防御。で、ライトはもう一回 ATB チャージ。で、ユーナンはどうしようかな。もうやることなくなってしまったので、防御で OK。さあ、じゃあいよいよラストターン、ダークレインのスーパー LB の時間がやってまいりましたけども、果たしてお前は削れんのかっていうところなんだけど、ちゃんと検証すべきだったかな。まあやっていきましょう。まずは4回コードのフレームファング。タイミング的にはどうだろうか、ほぼ同乗しでいいと思ってはいるんだけど、精神の 90% デバフ入れる。で、精神 90% デバフ入った、闇のデバフもちゃんと入っている。で、武器デバフ最後入れればいいよね。 OKOKOK。 さあ、じゃあやっていきましょう。だからどうしようかな、トントンぐらいでいいと思うんだけど、さあどんくらいダメージが出るでしょうか。おー、削れるね。23億、素晴らしい。いけんじゃん。やっぱそれぐらいの火力持ってるよね。いやー、気持ちよっていうか、もう強いわこの子。本当に闇が通れば誰でも、闇が通ればレインでいいじゃんってこれなるね。ということでレイン使ってみましたけども、まあ、使い方は基本こんな感じかなと思います。途中ね、貯める使っちゃうと、他のアビリティ使うとその貯めるが解除されちゃうから、基本的には貯めるを使ったらその後はスーパー LB まで、まあ、貯める以外を使わないっていうのだけ気をつけていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。